悲しいお知らせがあるんですが、あ、まさか。もう私やめようと思います。新しく、別のゲームを中心に配信していこうと思いますんで、よろしくお願いします。とはならないんですが、今までさ6年間ぐらい俺は多分ね、チャンネル登録お願いしますとか、多分まあ、動画の高評価は最近言うようになったんだけど、チャンネル登録お願いしますとか俺言ったことないのよ。ガルパに関して言ったら多分言ったことない。チャンネル登録お願いしますってほぼ言ったことない。口頭で言ったことなんか一応もない多分。これが俺の人のこだわりなんだけど、これまでは高評価とかチャンネル登録っていうのはその動画がこう面白いと思ってくれたらやっぱりちゃんと高評価してくれるし、チャンネル登録してくれるんだっていう理念のもとで、私はもう5年間やってたんですけど、5年間6年間ぐらいやってたんですけど、まあ、ここ数年間はね全くそういうこともなく、減ってもなく増えてもなくなんですけど、減って増えてを繰り返しで、動画の高評価は年々減ってるんじゃないかな。ちょっとさすがに見えないところでメンタルが削れていきまして、いい気のするものではないじゃん。朝起きて自分のまあ YouTube のコメントチェックするやんか。でその時に動画高評価どれぐらいあるのかなとか、コメントどれぐらいあるかなとか、登録者数どうなってんだろうなってまあパッと見た時に、毎回朝起きたたんびに減ってるのって、なんかこうそれがやっぱり1年2年続くとやっぱりちょっとやっぱもう来るものがあるやん。で俺なんかどっかで一番怖いのが、ガッとなんかどっかでなんか崩れちゃうんじゃないかなっていうのが怖くて、なんかこう僕もなんかどっかで心が崩れちゃって、もうとうとう動画投稿しなくなるみたいな。それかまあもう完全に多分別のことやるかになっちゃうと思うんだけど、ちょっと俺は本来あんまり言いたくはないんですが、やはり自分からやっぱりそういう努力はしないといけないなと思いまして、やはりある程度数字のことを意識しようと思い、チャンネル登録高評価お願いしますみたいなのを多分言うと思うんですけれども、もし言い始めたら、まあ、とうとう、あ、こいつもチャンネル登録高評価こじきをしだしたんだなと思っていただければいいのかなと思います。やっぱりさ、あれなんですよ、もう一個だけ俺のちょっと思うところがありまして、その なぜ数字をちょっと気にするようにしたかっていうのは、まあ、世間から見たら、まあ、自分ってやっぱりガルパバンドリの動画を出す人って多分認識になってると思うんですけど、最近さみんなよく言うじゃん、バンドリ、まあ、ガルパの動画を出す人減った、配信する人減ったみたいな。で俺もやっぱりなんかこう張り合う人というか、なんか動画をどんどん投稿する人とか配信する人、やっぱりある程度いてくれる方が嬉しいというか、こいつに負けたくないなみたいな、そういうなんて言うんだろう、火がつくからさ、そういう人がいてほしいなと思うんだけどさ、でもやっぱり配信する人とか動画を投稿する人って、まあそのコンテンツが好きで投稿配信する人もあると思うけど、でもある程度やっぱりその、まあ、数字的なところも見ると思うのね。例えば今このコンテンツの動画ってこれだけ再生されてるんだとか、これだけ今いろんな人が登録者数増えてんだと思うと、まあそれをちょっと、まあやろうかなって思うところもあったりすると思うのよ。おそらく今このガルパというゲームに関して言うと、多分自分が一番このゲームのね動画を出してる人だと思いますので、まあこいつの数字がですね、まあ一つの指標になると思うんですよ。まあこいつの数字がなんかある程度なんか、あ、登録者数増えてんだとか、あ、再生数まんまいってるじゃんって思ったら、よく言ってるよね、そう、ちょっとガルパとか、ガルパの動画を投稿とか配信してみようかなって人が増える可能性があるのかなと思って、だからもし、まあ、それで増えてくれたら、まあ、多分ガルパとしてもね、どんどんいろんな人に配信してほしいですって言ってるから、まあ、ガルパとしても多分嬉しいし、まあ、俺としてもなんかこうこいつには負けてあんねえなみたいな、ちょっとこう張り合う人が増えて嬉しいし、なので、今後私はちょっと、もしそれで増えなかったらもうどうしようもないんですけど、と何チャンネル登録高評価お願いしますって多分言います。あれなんかどっかでいけんのかな、なんかどうあれどうやればいいんだろう、あれってあれで画面でいいかな。